東ズマリジは、愛知県常波市大野町八丁目68にある、浄土州西山深草派の寺院。3号は、岩礁山。本尊は、阿弥陀如来。上岸六年創建。四国直伝具法88箇所令状第73番、札書。上岸六年、天台州の縁人を称、自覚大使が草案を立てたのが始まり。影響年間に、 天台宗から浄土宗に改修した。明王四年には、比叡山から、現在の本尊である、阿弥陀如来を迎えた。安隆寺の住職は、徳川家康と縁があったことから、桶狭間の戦いや、本能寺の変の際には、岡崎城に戻る、途中の家康をかくまっている。教法十五年の王の退化の際には、類相を免れたことで、注文、大門。 本土は王の大化よりも古く、北半島では、野間大坊に次ぐ、古い建築様式を保っている。1925年には、四国直伝具法88カ所霊場が開設され、東隆寺は、第73番札所に選ばれた。北半島のもう一つの区法信仰である、北四国霊場とは異なる。国道247号沿いに、東隆寺の石柱があり、 石中の奥に第一山門、さらに奥に第二山門がある。山門に向かって、左側には、常滑市立、大野保育園があったが、2011年3月に廃園となった。本堂の左側には、こじんまりとした副報道がある。ありがとうございます。